第7試合セミファイナルクラッシュライト級ワンマッチを行います。青コーナー168センチ、 62.2キログラム、 K1 ジム大宮、チームレオン、金子大輝。ラウェイスタンダードともに圧勝になるか、金子大輝。赤コーナー178センチ、 62.3キログラム、 K1 ジム五反田、チームキングス、堀翼。ライト級転向初戦、速せるか、掴めるか、堀翼。フラッシュバックです。気をつけてね、捕まないこと。ダンサーさんニュートです。 OK ですか。対する金子はこの表情。よろしくお願いします。独特な雰囲気です。クラッシュ113セミファイナルです。ライト級、金子対堀井。ラウンド1、第1ラウンドのゴングを聞きました。オーソドックスに構えるホリー、いきなりローブローになってしまいました。対するサウスポーの金子です。いや、このね、試合前にね、2人ですとっても試合を盛り上げてくれてた試合なので、さあもう実際の本当の試合楽しみですね。そうですね、はい。そして木村選手、木村選手はこのホリーと、同じ K-1 ジム五反田、チームキングスですよね。ではないです。そうですか、はい。ただこの堀井、ま、オーブローになってしまいましたが、この堀井翼という選手は、はい、1ファイターとして見たときにどのような印象ですか。いや、1ファイターだったら興味ないですけど、まあまあファン的には面白いかなとは思うんですね。なるほど、はい、なかなか面白いですね。ズバリ言うのは面白いですね、はい、言葉確かに、ね、結果出してほしいからね。自由なんでやり方も面白いと思うんですよ、以前はね、股間王の異名を取っていたこの堀井の、そうですね、まあ、その部分にここまではプラン通りって感じですね、多分。なるほど、はい、これも含めて、はい、きっと。ああ、そうですか。佐伯さん、はい、本当にキャラクターの濃い2人ですよね。そうですね、なんか堀井選手はやっぱりこう挑発とか目立つね、パフォーマンスで注目されがちなんですけど、私意外と試合、うん、ファイトスタイルはちゃんとファイターだなって見てます。ただまあやっぱり結果が欲しいところだなとはね、うん、思いますよね。堀井は現在3連敗中、しかも2戦連続の KO 負け中、まあ、ただその相手が深橋と山崎ですから。ああ、そうですね、強敵ですもんね、まあ、堀井にとっても石川さん、はい、今日これ金子との一戦は一つ進化が問われますよね。そうですね、はい、ね、金子選手もね、強い選手とずっと今戦い続けて、お互いちょっとね、結果がなかなか出てないけど、でも実力と個性はあるっていうのはね、この二人で証明し合ってほしいですよね。そうですね、ちょっとね、本当堀井選手大丈夫かな、結構深くダメージやばそうね、はい、ファーストコンタクトも金子選手のローブローだったんですよね、うん、その後もだったんで、ちょっと相性というか距離感が相性としてこの先ももう一回ありそうな気がするんですよね。まあ、どうしてもオーソドックスとサウスポーということになってしまいます、はい、うん、構え高くガードを高くします。アップライトが金子、左の背から右のフック、対する左の前蹴り、さらに右のローキックは堀井です。いや、木村選手、この辺りの動きいかがですか。めちゃくちゃ激しい試合になりましたね。多分堀井選手、山崎選手のパンチ受けてるから打たれづらいかなと思って。なるほど、はい、なんか打たれ慣れてるじゃないですけど、打たれづらいかなと思いますね。まあ、元々は石川さん、堀井は相当路上でね、やんちゃしてたそうですからね。そうですね、はい、いや、でも本当このね、金子選手のフィジカルですね、独特なリズムから入ってくるパンチで、なかなか、ね、イメージできない、イメージとこの実際の実感体感ではまた違うと思うんですよね、はい、ここで焦ったら負けます。堀井が焦ったら負けます。そうですね、はい、で焦らずにちゃんと、対処して自分の当てるべきパンチを当ててきた選手が勝ててるんですよね、これまではね。
金子は参戦初戦は林健太と、そして今年の1月は里見優月と戦って共に KO 負けです。わあ、ここは強い右のフックを打っていきます金子。その左のインロー、どうしてもね、このこの立ち位置がどうしても、そうですね。ただなぜかローブローが入るとですね、お客様がちょっとニヤッとしているというこの不思議な空間になっています新宿フェイス。あ、ここかなり深く木村選手3度目はわあきついんじゃないですか、ね、きついですね。ね、結構モールに入ってたから、うん、顔が顔いって痛っ。あ、思わずちょっと正直今回苦しいと思いますよ、ええ、なんでしょうね、苦しいし、あとお腹がね、ボディ効くのとまた違うんですよね。で、頭に血が上って、まあ、でもこの瞬間に自分のチャンネルがちゃんとこうやってずっと映ってるって考えるとちょっとやっぱ考えてんのかなとか、なるほど、その次元まで行ってる人だと思うんです。あ、そうですか、はい、ずっと出てますからね名前が、堀翼さんのラッキーパンチチャンネル負けた山崎選手の家に普通に行って共演するっていうね、はいはい、やばいですよね、面白いですよね。ただいまロングを受けた堀選手の回復を待っております。確かに木村君の歌なんかでもだからラッキーチャンパンチャンネルの CM 全部をもうプラスに変える力があるかなと思うんですね。かなり体張っての宣伝ですよね。そうなると椅子出してあげてください。椅子の方が楽だって。まだですね、起き上がることもできません。今椅子を出すという処置、あ、これ椅子に座らせるというのはこれかなりですよね石川さん、試合中ですから。そうですね、タイムストップとはいえ、はい、ちょっと待ってください。まだ時計としては1ラウンド残り1分以上残っているという状況です。そうなんですよね、ズバリ言いましたけど気持ち悪くなるんですよ。気持ち悪くなるし、頭に血が上って目は回るし、立てなくなるし、目も回るんです。そうですね、はい、以前タケルが試合中本当にもう嘔吐してたような状況もありました、はい、そうですね。僕もね、まあ、アマチュアの時ですけどトーナメントで一日何回も勝ち上がるほどに毎回蹴られた時だったんですけど、そうですか、本当に、うん、こういう状態になりましたね。ダメージは例えばその時間の経過としては、はい、どれぐらいで回復するものなんですかね。その時の状況にもよるんですけど、角度だったりとかもう完全にもうね無理になっちゃう時もあるんですよ。僕確かそのアマチュアの時はもうそれでも動けなくなっちゃったんですよ。あ、そうですか、はい、続行不可能っていうことになっちゃったんですけどね。だからこそ本当にタケル選手はねオートまでしちゃった状態のところから自分のねストーリーを完結させましたからね。倒して勝ちましたからね、はい、ちょっと思わぬ展開になっています。でも本当今回はこの試合の場合は本当に強烈なのが2回目ですからね。しかも1ラウンドの間に。そうですね、まあ、回数としては3度目ということになります。そうですね、はい。あ、まだ堀井が木村選手、これ多分性格的に痩せ我慢してても本当は立ち上がってくるような男ですよね、うん、本来は。でもその男がこういう状況になってますから。いやー、ローブローはきついですよ、こんな連続は。いや、相当きついですね。心配ですね、ちょっと体調面っていうのが。これ再開したとしてもという、したとしてもだし、多分普通にローを蹴られただけでも怖いですよね、うん、あ、もうビクッとなってしまうって思ったら、クラッシュで2013年の遊戯大会かな、強肩竹内選手が確かね、うん、完全にこう後半が上がってしまって試合続行不可能になったんですね。もうすごくものすごく試合終わったと尋常じゃないぐらい腫れちゃったらしいんですけど。そうですか、その試合もめっちゃ盛り上がってたのに。そうなんですよ ね、試合前に、はい、うん、これあとはこの後仮に再開できたとして、うん、
金子の、まあ、メンタル、先ほどの試合でもこうローブローの展開があって木村選手はもう開き直っていくしかないという話があったんですが、これだけ続くとちょっと金子のメンタルも心配ですよね。どう思ってるんですかね、うん、これ性格によりますね、選手の。そうなんですよね、はい、結構表情を見てると結構金子選手は、うん、変わらずにいきそうな。ラウェイから来てますからね非日常のね、はい、確かにラウェイというのはあるいはそこの落ち着きはちょっと感じますね、うん、あダメか、ここでストップ。この試合は度重なるローブローにより堀井翼選手が試合続行不可能となりましたため、赤コーナー堀井翼選手の反則勝ちとなります。今アナウンスがありましたが、堀井の反則勝ちという結果になりました。審判部長梅木義成よりご案内申し上げます。アナウンスがあります。審判部長の梅木です、同ラウンド中に、3回同じ、行為ローブローがありました、偶発性とは言い難く、反則裁定とさせていただきます。よろしくお願いします。ということで、まあ、もちろん競技ですからルール規定というものがあります、はい、まあ、ルール上規定上は偶発性のものと言い難く、金子の反則負け、まあ、ただ金子は絶対故意狙ってはないと思いますから、はいはい、うん、またこれはちょっと木村選手新たな火種が、はい、そうですね、どうなんですかね、火種これは決着はリング上なのかラッキーパンチチャンネルなのか。あ、ラッキーパンチチャンネルで十分じゃないですかね。でも私はもっと試合見たかったですけど ね、ここまで来たら見たいですよね。思わぬ形で、まあでも残念ですよね、ちょっとやっぱこのね、2人でいっぱいいろんな形で今の時代のやり方で盛り上げた試合が、石川さん、もちろんお互い軽量しっかりパスして体を作ってきた、はい、うん、このリング上だけは本当にリアルですから。そうですね、そこは真剣勝負ですから、はいはい、リングの神様は彼らを選ばなかったんですよ。そうですね、はい、とことん木村フィリップに乗るはとことんです。まあ、ただこれは本当にもう一回あるのかどうなのか、まずはですね、堀井選手の、無事体がしっかりね、体調面戻ることを祈って、はい、うん、でネクストがあるのかどうなのか、また我々、まあ、ファンもね注視していきたいと思いますね、はい。改めてこの試合は堀井の反則勝ちという裁定になりました。